はい、どうも、組んでみたレビューです。同友社の12分の1シボレーコルベットスティングレーですね、出来上がりました。今回はですね、物が大きいので手持ちながらってこともできませんので外ロケでございます。ボディカラーはマホガニーサフの上から、クレオスのブラウン、オレンジで、その上からですね、ガイアノーツのパールゴールドを吹きました。なのでね、光の当たり方によって反映されてるか分かりませんが、こうね、キラキラした感じに見えるようにっていう風にしてます。で、このコルベットなんですけど1978年式みたいです。一応ね、この説明書にもこうやって書いてありますけどね。で、ナンバープレートはですね、こういう風にコルベットの文字だけになってます。で、今回はですね、いろいろと、ギミックがありますね。ちょっとボンネットがね、ここはボンネット自体がちょっと変形してたのかなというふうに思うんですけども、こういうふうにですね、ボンネットが開き、ドアはですね、普通に組んだだけだとちゃんと固定できないので中にネオジム磁石を仕込みました。ここのドア内張りのこの辺ですかね、この辺と、ボディのこっち側。はい、映らないかな。で、かつ、ですね、これ、給油口。開けると、これ、ボディをシャーシと固定するですね、やつですね、のネジが兼用みたいな感じになってます。で、本当はこれ、ステアリングも回転できるような感じだったんですけれども、ちょっと、かなり、ガタが大きくて、ここに関してはもうちょっと接着しちゃいました。本当はね、これ回転できるはずなんですけど。で、シートもね、動きます。で、これね、ちょっとね、映せるかな、映るかな。シフトレバーが動きます。かつ、サイドブレーキのレバーも動きます。で、リトラのね、ヘッドライトの開閉がちょっとうまくいかないんですけど、ちょっとうまくいかないな。ちょっと裏から押し上げてあげて。よいしょ。一応ね、スプリングで固定する、なんて言ったらいいですかね。一気目みたいなやつを、外してあげると本来はパコンって開くはずなんですけども、バネが結構弱いみたいで、でなかなかね、位置がねぴったり来てくれません。なので、まあちょっと手動ですけど、こんな感じにしてます。まあなかなかに、12分の1スケールのね、これひょっとして今映ってなかったですか。もう一回やりましょうか。こういうふうにね、よいしょ。これ開閉させられるようにするためには、キットそのまんまだと、もうここの、なんて言ったらいいんですかね、このモールドをそのまま切り落としたみたいに、もうほんとぴっちりって感じでした。ボンネットも同様です。なのでね、ちょっとだいぶ削りました。この開け閉めするあたりをね、こう斜めにこう、開けやすくするためにですね、削ったりとかしてます。よいしょ。本当はね、この辺とか電飾仕込めたりすると、まあ仕込めるようにはなってると思うんですけども、今回電飾は仕込んでません。で、テールライトのね、よいしょ。もうこれに関してもほとんどクリアパーツなんですけども、ただそのままのクリアレッドですとか、クリアオレンジ、一応成形にはなってるんですけども、ちょっと色が薄いので、この辺に関しては、ガイアのクリアレッド、クリアオレンジを改めて拭いてます。これもですね。で、本当はまあミラーも、ボディと同色になるようになってたんですけども、まあ、全体的にね、オレンジ、暖色系、でかつ明るい色なので、まあ、どっちかというと膨張色になるかなというふうに思いまして、ここはね、ミラーはね、セミグロスブラックでこう引き締めるような、そんな感じの構成にしてみます、しています。よいしょ。なかなかね、ご依頼いただいてありがとうございます。なかなかね、こういうキットをね、組み立てするような機会もないかなというふうに思いますので、とてもいい経験にはなりました。まあ、もしね、皆さんも組まれる機会がありましたら、まあ、この辺の開閉とかはね、よく何度も何度もチェックして、で、これもね、
ちょっと剥がれちゃったりとかしちゃいましたけども、まあ、クリア塗ったりとかするとね、それで厚みが変わったりとかしてっていうのもあるかなっていうふうに思いますので、あとねこのキーシリンダー、ドアのキーシリンダーですね、これもメッキパーツで別体成形になってるんですけども、これはねちょっとね、うまいことはまらない、まあ多分それも塗装の厚みとかもあると思うんですけども、なので裏側をね切り落として接着するっていう感じにしてみましたけども、まあなかなかあの可動部分がいろいろ多くて面白いキットではないかなというふうに思いますので、もしね皆さんも組まれる機会がありましたら、アリンさんが登場した、よかったらいかがでしょうか。というわけでご視聴いただきありがとうございました。くるくるに関しては、まあ、カメラ持って回ろうと思います。まあ いやこのまま回りましょうか。ちょっと待ってくださいよ。くるくる、アリさんがさっきからうろうろしてるな。よいしょ。ちょっとピントとかもね全然固定じゃないので、あ、自分の影が多分映ってると思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。